ごい雷神の方が光るなっていうのは、雷神の方がなんかこう日本人に受けるなみたいな、このキャラクターと他の試合でギャップすごいじゃないですか。一発で試合を終わらせることのできる動いぶるスイング、格闘技界においてパンチで自分でバランス崩して倒れるやつってもういないと思うんですよね。そういうね、あの見応えのある選手です。正直本当に上が切った時って強くなると思ってなかったですね。いや本当の話ですね。もう練習でも信じられないぐらいのフル選手ですので、僕らもびっくりしちゃったんですよね。であんまり当たらないし勝ち上がる選手じゃないなと思ってて、いきなり試合でなんか一発で当てるようになってラッキーだろうなと思ったら、もう連発で5試合ぐらい連続 KO 勝ちしたんですよ。5連続 KO？ そう、なんかイメージをしたら着物にこう重いものつけてこうやってぐるぐる振り回してるのでバチーンって当ててるような倒れ方が尋常じゃない、あ立ち上がれないなっていう。最初はすげえこいつサイコパスなんだろうなと思ってたんですよ。表情もあれなんですよね。こいつすげえ闇あんだろうなと思ってたんですよ。でサイコパス動いてしようよっつってもういや本当に、まあ、僕も勘違いしたのがいいやつなんですよ。それはね本当に思うんですよ。すっげえやつ。